なんでな。うん、アルビシウム突っ込んでるよ。なんでよや。うん。よいしょ。死んでくなったな、ガラデンから。誰？俺。うん。10キロぐらい太ってないか。知らん。知らん。食べましたからな。よくさよ。うん、もしかして、うん、何ですか。ちゃんと今配信されてますよね。グループとかなってないかな。グループ配信じゃないですね。うんうん、じゃない、大丈夫。はい、じゃあ今日も収録開始していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介言うよ。うん、サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーと、ミキサーのキャンです。今日今回ですね、スイッチ全開のこの方がお越しです。どうぞ。スタジオに入る前にコンビニに行って、トイレで、引き戸かな、押し戸かな、悩んでた、陸海空です。何をやってるんだよ。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、はい、なんだって引き戸か押し戸か、だコンビニ行って、うん、押しても開かない、引いても開かない、うん、ガタ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 やったら、うん、横にずらすタイプでしたね。あ、そう、そういうことか。うん、笑えやん。まあ、いいか。うん。番組の紹介をしたいと思います。お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、きまぐれ.satch@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X では、ハッシュタグ、気まぐれラジオをつけてポスってくださいね、ということで。今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。ゾーンでシークレットベース、君がくれたものです。どうぞ。なんかお前、催眠術みたいだよ。なんでよ。眠くなる。番組の紹介。素で固まってるしね。またこの曲のこの入りで眠くなりますからね。ああ。うん。どうする？何を？何をこれも普通に流した方がいいんじゃないか。何を流す？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 桑田佳祐の祭りの後かと思っていた。わら。カープボーイさん。あ。感情する。ダンサーズさんはどこに行ったのかな？名古屋の、うん、ダンサーズさん。いいね。泣いちゃう、聞いてるっていいね。うん。沖縄の悪いところいっぱい行ってやるか。なんでよ。うん、なんでよ。え、なんだっけ。何が今日のテーマ。今日のテーマ？うん。今年の祭りやイベント行きましたか？うん。うん。うん、オッケー。うん。3秒後に忘れてるはずよ。うん。待ってよ、スイッチ入れるよ。何のスイッチ？うん。何のスイッチ？
スイッチ。まだ曲終わってないよ。文章作ったりさ。7スイッチかが分からない。ひふみさんの ING。あ、ダメ。ダメ。今はダメ。今はダメ。とりあえず、エイサーって頭に入れとこうな。エイサー。うん。エイサー？うん。これ夏休みが入ってるからあれじゃねえの。この時期じゃないの。シシャモも明日もは。は？シシャモ？シシャモ明日も。ああ。それ今度ね。今度ね。もう夏休み終わってるよ。知ってるよ。あ、ワッチーさん来た。誰来た？ワッチーさん。ワッチーって誰だよ。フリーダムラジオ、あとワッチーさん。寝るなよ。寝ないよ。多分って。長いな、この曲な。長い。うん。5分ぐらいあります、ね。長いよ。再生する前に下に4分50秒とか書いてるさ。うん。あれ見なかったな。見なかったな。3分50秒ぐらいが一番いいよな。まあ、4分以内ってところかな、曲って。一番いいよな。まあでも、この歌も好きな人多いですからね。井上真央。あ、来た。懐かしいね。キッズを。はい、男っぽいなって思ってたら、あんなに可愛い子だとか。ね。ね、ほんとよ。さすがだな。キャスト。はい、では間もなくです。はい。はい。夏の思い出。ではマイクあげます。はい。まずいったか。お聴きいただいたのはゾーンでシークレットベース君がくれたものでした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは今年の祭りイベント行ったです。夏祭りだろうや。夏祭り、まあまあいいか、まあ、いいや、何でもいいよ。何でもいいよってどういうこと。祭りやイベントですね。キャスの方が今日いっぱい来てますので早速紹介したいと思います。お願いします。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さんこんばんは。ワン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 今日また珍しい、今日ヒーフミズバーでトラブルあった、大変だねと来てますね。確かに僕がこっちにこもってるからですね。同じくカープボーイさん、陸海空さんもいるんだ。さっき後で行くって言ったの、ギャラリーに行く方向だと思ったって。違いますね。ひふみさんの足を調べるために来ました。大丈夫かな？大丈夫かな？かな、沖縄大好きさん、こんばんはサッチー。こんばんはサッチー。って、あら、陸海空さんって。はい、リク6歳です。勝手にキャラを作るっていうね。7歳です。私もやらないといけないパターンじゃないか。おっとっとっと。カープボーイさん、祭りはもう何十年も行ってないなーって来てますね。そうだね。
そうだね。そうだね。さっきに誘われる前までは、もう祭りとか全然行かなかったんだけど。うん。あなたが誘うから、うん。行ってみたら、うん。楽しかった。あ、そういうことか。うん。うん。ゆくし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 会。フリーランラジオ、アットワッチーさん来ております。サッチーさん、キャンさん、リスナーの皆さん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。こんばん、サッチーだった。うん。そして、リク海空さん、はじめまして。はい、はじめまして。よろしくお願いします。イベントですが、今年の夏は、ウチナーフェアぐらいですかね、って来てますね。やっぱり、内地だと、沖縄フェアですかね。結構やっぱ盛り上がるみたいですよ。ですね。うん、新宿とかでもエーサーとかやってますよね。はい。やってるやってる。なんか、気に入らんけど。気に入らんどういうことどういうこと どうしようかな。ワッチーさんが収録時間が木曜22時ということで、個人的にはとても嬉しいですねって来てますね。見やすい時間帯なんでしょうね。でしょうね。ああ、そうですね。見やすい時間ですね。うんうん、特にあなたは寝てるか仕事してるかだよね。うんうん。うもう仕事、うん、仕事やってるね。うんうん。たまたまだね、今日は。今日は休みだったからね。うん。カープボーイさん、イベントでもいいんだったら、今年はラジオ沖縄のロックの日で、トップノート行ったかなって来てますね。うん、うん。6月9日。ロックの日。いいね。いいね。私も行きたかったんだよな。魂さんとか、出てこないのかい？りょうちか。りょうち？うん。りょうちが今回バンドで出てたからね。ドラムとして。ああ、僕もバンドのボーカルやってみたかったな。りょうち？またお尻触るからよ。なんでよや。DM が来てますので紹介したいと思います。お願いします。ラジオネーム、まさっとさんからいただきました。はい、ありがとうございます。今年は初めてうるま市エイサー祭りを見に行きました。推しの青年会見れてデイジ最高でしたと来てます。いいですね。いいね。リクさんはどっか行った？伝統エーサー見に行ったんだけど、うん、うん、前半で記憶飛んだ。記憶飛んで眠ってましたね。え、寝てた？寝てたっていうか、あなた帰りのバスですんごい。あ、そうだ、うん、帰りのバスでさっきの気まぐれラジオの名刺を配りまくってた。配りまくってましたね。うん、女子高生とか。女子高生、うん、みたいな感じで。みたいな感じの。配りまくって、俺の名刺のあのケースがあるさ。うん。全部なくなった。何枚配ったかわからないっていう。ばらまいた状態だな。うん、だね。いい宣伝になりましたかね。うん、といい、だといいけどね。キャンさんはちなみにどっかイベントとか行きました？僕はですね、はい、まあイベントだったら、うん、まあ主催側っていうか、まあ DJ で、はいはいはい、6月に、カクテルパーティーのイベントを、それこそ沖縄市のこの小座総合運動公園目の前の、はいはい、F 沖縄というホテルで、おお、すげえ。やった時めちゃくちゃ楽しかったですね。あー、いいね。行くだけは全島エーサー行きましたよ。あ、行ったのね。はい。見回りですけどね。あー、そのパターン。はいはい、はい、まあ。中学生捕まえるみたいな。はい。目の前でショップ行かれていきました。アンツワさんが来ております。あれ、こんばんは。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 ワンデーって、こんばんは。ワンデー、ワンデーの T シャツ着てるんですよ。はい、ワンデー。ワンデー。知らんわ。私、今回、イベントではなくて、祭りを3箇所行ったかな。初めに行ったのは、あがりなあざとエーサー祭り。うん。ありましたね。うん、近くでった。はいはいはい。どんどん、はい、どんどん行け。どんどん行け。で、次が、夜なばる大綱引き。はい、俺夜勤やってた。はい、はい、どんどん行け。で、最後が前頭エイサー、うん。あ、それは一緒にいたな。いた。けど半分眠ってたな。うん、記憶飛んでるでしょ。うん。うん、どうにもなりません。メールの方が届いてますので、紹介したいと思います。
こんにちは、こんにちは。味噌煮込みスキーです。ありがとうございます。名古屋からか。名古屋から。ああ。祭りやイベントですが、たくさん行きましたよ。イベントがたくさんありすぎて体が、足りません。あいや。最近行ったイベントは、ふるさと全国県人会祭り。そういうのがあるんだ。あるさないちは。県人会があるからね。特に大阪、うん、忘れた。神奈川とかね。県人会いっぱいあるね。うん。40の都道府県の県人会が名古屋で出店。沖縄のブースではもちろん沖縄そばと天ぷらをいただきました。茨城県ブースでは先輩が出店してたから、日本酒が小さなカップではなくサービスで普通のコップサイズに。すごいね。ごめんね。うん？何が？文章流せよ。いいよ。うん。吟醸酒は美味しかったけど、酔いが回り、他の県のブースは断念しました。笑いと来てます。いいですね。美味しそう。いいなぁ。あ、美味しそうだね。うん。ないつでもね、タコライスやったらいいよね。タコライス？ああ。流行りそうですね。流行りそうだよね。うんうん。ラララ、タコライス。なんで歌うこれ。なんでよや。あんつばさんが、日曜日の鈴川サーキット単独ライブ延期になりそうだなぁと来てます。はい、そうですね。さっき、ちゃんと目開けて。あんた目細いよ。はい、ちゃんと目開けて、さっき。はい。はい。次のメールに行きたいと思います。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、今年の祭りやイベント行った、今年は埼玉スーパーアリーナで開催された、兄様に3日間、全通参加しました。すごい。今年は羽衣祭りもありますよね。FM ギノワンでは特番もあり、CM プランも募集しているそうですが、サッチーさんは、CM プラン参加しますかと聞きます。やったら？え？海で溺れる役とか。なんでよや。違うでしょ。CM プランでは CM プラン。CM。海で溺れて。なんでよ。意味がわからん。テレビじゃないし。俺陸海空さ。テレビじゃないし。あんたが海で溺れて、俺が助けに行って、うん、俺が沈んでいく。意味がわからない。タイタニックかや。意味がわからない。タイタニックかや。ツッコミよ。そうですね、今年、確か私のちょうど誕生日の日と翌日が羽衣祭りありますね。俺、ごめんね。あんた誕生日覚えてない。いいよ。9月は覚えてるけど。うん、9月、はい、何日ね、当ててごらん。いい肉食う。いい肉食う。いい肉食う。だから、9月29日。うん、全然違う。いい肉食う。違う。違うわ。うん。なんか違う。9月の？うん。うん、鶏の日。鶏、28か。そうだよ。一個間違ってた。一個間違ってたね。うん、沖縄大好きさんが、なんか、絵文字で、ガーンって感じの来てますよ。いじけてる。別にいいよ。いいんかい。お前の誕生日なんて。なんで？俺の誕生日、5月のゴーヤーの日。ゴーヤーの日だろ、うん。うん。覚えやすいね。プレゼント。うん。ムルゴーヤー。まあまあ、ゴーヤーの日ですから。はって、もう煮りたよ。煮りた。煮りたって。でも私、ゴーヤー以外にもあげてるよ。何が？お前ゴーヤ食べないし。食べないよ。ゴーヤ以外にあげてるよ。やるば？違う。ビーツンダ上するば？違う。これとかあげてるよね。帽子とか。ああ。帽子とか。僕がかぶってる帽子は全部妻から。もらいました。はい。もういらんけど、みたいな感じでしょ。うん。いっぱいありすぎて。うん。うん。でしょうね。うんって言うな。ごめん、頭垂れてしまった。うん。ごめん。いいよいいよ。メールがもう一通来てますので紹介したいと思います。お願いします。はい、お願いします。
サッチーさん、こんばんは。こんばんは。まあ、ラジオネーム、名古屋のダンサーズでございます。ダンサーズさん。先日ですが、名古屋ですが、県人会祭りへ行ってきました。ここでは北海道から沖縄までの郷土料理を販売するイベントです。もちろん沖縄県ブースもありましたよ。そこでは沖縄そばをいただきました。めっちゃ迷うでしたよ。いいな。皆様はこのような祭りに行かれたことはございますかと来てます。県人会とか私、内地にちょっとはいたけど、知らなかったな。うん、俺も神戸の方に14、15年いたけど、うん、やっぱり大阪まで。行かんとダメか。行かないと。何行かないと、あの沖縄料理はなかったな。あー、そういうことか。相当昔だよ。相当昔、14、15年前。今お話聞いた感じで、うん、沖縄で雰囲気近いのは産業祭りとかが雰囲気近いのかなって思うね。そうだね、それは言えてる。お、DM がたった今届きましたので紹介したいと思います。お願いします。はい、はい、あんつばさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。地元は来週、豊年祭があります。地元一番のイベントで、これなんて読むんだ、うん、江戸川、江戸川じゃない、江戸相撲って何、そもそももう相撲始まってるからな、うん、秋場所みたいな、うん、相撲人区、など沖縄ではないものが開催されます。夜は、集会場で子どもたちが、太鼓の練習してて、地域の役員なので、あ、これみこしだ、みこちし。みこしか。うん、みこしを担いで人を探して苦労しますって来てます。大変だ。お、意味わからん。うん。あの、あんつばさんは、南大東なので。はあ、そう、あんつばさん南大東の方ですよ。南大東行ったことあるよ。うん、どこ、南大東行ったことありますよ。で、何で、聖火寮で、聖火寮、海中か、海中やってたんでしょ。うん、うん、いいんじゃない。で、あれでしょ、確かオチがなんか、なんかあったな、なんかあったな。南大東に行きながら聖火寮をして、うん、南大東に着いて、うん、安心したのかな、うん、うん、気を失って、うん、切断によって、うん、本当に戻ってきました。マジか。キャスの方で、名古屋のダンサーズさん、お疲れ様でございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。カープボーイさん、向こうで美人二人が、あんま歌ってるよ。最高だったって。あんまね。こっち聞こえないんだわ。残念ながら。意外と棒をしっかりしてますからね。そうそうそう。うん、ワッチーさん、ちょっと気になったんですが、サッチーさんが着ているキングス T シャツ初めて見ました。とてもお似合いですって聞いてます。俺の T シャツは。ワンデイ。ワンデイ。アルビシやすや。いいさ。アンツバさん、合ってるかもねって。どっかで合ってるかもね、アンツバさんと。まあ、合ってるだろうね。だろうね。うん。では、来週のテーマに行きたいと思います。お願いします。来週のテーマは、〇〇の秋です。まあ、去年もやりましたがね。もうそろそろ秋が近づいてきたということで、〇〇の秋。読書の秋、食欲の秋、運動の秋、あ、いろいろありますので、うん、皆様に、〇〇の秋で来週はメールを募集したいと思います。秋だって言えるぐらいの秋を感じてみたいですね。沖縄秋ないけどね。そうですね。確かに言えてる。一瞬しかないですからね。一瞬しかないからね。11月ぐらいじゃない。なんだかな。うん、でも飽きないよね。出た、出た、カープボーイさん。食欲の秋竹城。
ええ、これ、俺がやったやつだろ、秋竹城は。真似すんなや。でも、大好きだよ。大好きだよ。なんで嘆き室まで。うん、カウボーイ大好きなの。ああ。名古屋のダンサーズさん。秋の味覚は、秋が来ない。確かに。サンマ食べたい。あ、ですよね。秋サンマ食べたいっす。秋サンマ食べたいよね。はい。あの、内臓食べる。は、食べる派です。よっしゃ。俺と一緒だ。内臓、あんま苦くないですか？そう、苦味がやっぱりお酒に合うんですよね。合うんですよ。ビールに最高ですよね。ねえ。食べたいでしょ、めっちゃ。めっちゃもう口の中サンマなってる。サンマなってる。ワッチーさんがちょうどオンエアの日に春分の日なので、テーマが〇〇の秋ですかねと来てます。うん、それ気づかんかった。それ気づかんかった。サンマ内臓食べますと、名古屋のダンサーさん。美味しいよね。新鮮だったら。うん。カープボーイさん、サンマ今年2ビリ700円とか、誰かが、あんな安かったのにって。でも、今年は安くなっていくみたいな。はい。結構大量に取れてるんじゃないですかね。ね。あるって聞いたけど。でも、今この時期だとちょっとお高めですね。はい。うん、ということで、お時間来ちゃいました。はい。はい、ではまた来週お会いしましょう。はい、おいてはサッチーと、ミキサーのキャント。フラーのリクカイクでーす。バイバーイ。また来週ジャニーバイバイあまたうーじゃないよやっぱこれ聞くなうんいや個人的に書いたいんだけどなんか個人的に買ったらついてるよこれいいんじゃない眠るからどうせうん反対側はうん見ない見ないんかい終わったうん。これ流れてるツイキャス。流れてるよ。まだ流れてます。あと3分。ツイキャスまだ流れてる。うん。やなや。なんか。何？祭りだった。うん。今日はね。あ。今日はね。来週は。来週はまるまるの秋。秋。秋。なんかボケ多いそうだな。一個。うん。飲むつもらん。回らんのかい。鼻水が。アンクル姉さんにしたら。なんでよ。うん。なんでよ。エカープボイさん、でも最近の祭りってあんまり暑すぎて夏にずれ込んでいるのが多いよねって。だからよ。確かに。あれもじゃなかったかな。うん。国際カーニバル。あはははははもう確か秋11月ぐらいって言ってたな長らく行ってないですねいつも仕事とかがかぶってそういえば何秋台風が来るさうん2、3日後ぐらいにあー明後日ぐらい秋台風だよ秋台風強いよ強いよリスナーの亀仙人が言ってるからもうこれ本当に強い。なんでしょうね。亀仙人さんは海のことも詳しいからね。うん。台風のせいで出勤です。あいや。AKB48 の沖縄ダイブも中止になってさ。うん。台風のせいで。うん。うん。やったね。別に行こうと思わんかったけど。あれ残念。逆だったんだな。私行く気満々だったのに。あの人の見えの花火はなんか呪われてるのかなああ呪いじゃないですよ呪いじゃないよ台風も安室奈美恵さんが好きなんですああそうだよね、はい、ああ安室奈美恵さんがやるって見に行こうって毎回そんな感じだよ最初の一発目安室奈美恵さん本人いたんじゃない何が現場に一発目分からん多分、うん、いたよねなんか、画像も出てましたね。ね、出てたよね。あっせ、俺、同級生だよ。そうなんですね。あ、会ったことないけど。会ったことないんかい。同い年。同い年ですよ。
また来週。バイバーイ。バイバーイ。